はい、今日は無洗米一合です。はい、無洗米一合に水を入れて、お酒です。はい、これで15分浸しておきます。はい、枝豆味を熱を切ってます。こうすると火の通りがいいですね。今日はちょっと枝豆ですから多めにやります。うん、結構ちょうだい。さあ、お湯が沸いてきました。塩を入れます。薄い枝豆で、こちらではフライパンを厚くしてありますので、一応2枚使ってたので2枚焼きでしょう。あ、ちょっと焦げてみました。カリカリ、はい、20分経ちました。昆布入れます。そしてスイッチを入れます。お洗米です。48分かかります。はい、枝豆の枝を出して薄皮をはぎます。はい、薄皮も一緒に剥いてみます。OK です。はい、パリッと焼き上げました。はい、出来上がりました。さあ、これに梅じそをちりめん、梅じですね、今日は梅干しを入れないで、梅干し、ダメ、辛い。はい、だし汁で、はい、OK、 これで塩、酒、薄口醤油、チキン、人参です。はい、人参です。
い朝方です。はい、ダビキズです。いいじゃないな、たっぷりですね、お酒です。はい、ズッキーニを入れます。ズッキーニはズッキーニをちょっと太かったですね。やっぱりちょっとお湯足した方がいいですね。はい、醤油を加えます。薄口醤油です。多少塩が入っていて、はい、出来上がりました。はい、昆布を取ります。一応濡らしていきます。はい、OK。 はい、濡らしました。まずはこれ、枝豆、これを今日の味の決め手はちりめんじゃこです。梅干しが入ってます。はい、どうです。 OK。 はい、よく混ぜます。ご飯1合に対して 1.5 倍の分入りました。はい、蒸らします。さあ、最後のすりごまです。はい、これで完成です。さあ、はい、軽く休みます。ほら、大体だからね。